はい、こんにちは、サガンです。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。今日は、先日、医療費はここまで戻ってくるという動画を上げましたので、では実際に入院患者、主人ですけれども、主人は5月、どのような出費があったのかということをお伝えしていこうと思います。はい。では早速、主人の家計簿をご覧ください。長期入院患者はどのくらいお金がかかるのか、関心のある方はご覧ください。はい。ご覧いただいている画面は、主人の5月の年金収入です。資料がないのでね、以前主人から聞いていた金額を挙げています。これが手取りなのか、額面なのか、ちょっとわからないんですけれども、6月が切り替えで資料が来ているはずですので、そちらの方で確かめて、6月の家計簿の方でご報告していきたいと思います。はい、支出の方の画面です。主人の場合も私と同じように支出は税金、社会保険料、生活費、そして特別出費という3項目で見ていきたいと思います。で、ご覧の画面は税金、社会保険料の画面になっています。ちょっとわからないので、今回は0円ということで、つまり収入の方からすでにこれらのものが天引きされているということで、計算していきたいと思います。はい。支出面に行きますけれども、主人は、入院していますので、その入院費とは別に、人が住んでいなくても、家とか様々なものに関わってくるお金が生じてきますので、その2項目から支出を見ていきたいと思います。まず、入院関連費です。5月の入院関連費は、49,520円でした。この中には、差額ベッド代、それから、食事代も入っています。で、小物のレンタル料、おむつとか、パジャマ、バスタオル、そういう小物ですね。が24,330円。で、その他の経費は今月はなくて、そこの主人のところに行く交通費を一応計上しました。で、病院代の小計は77,850円となっています。で、以前の動画で治療費、病院関連費は最終的に500円支払えば、あとは全部病院で賄ってもらえるという動画を上げました。で、その該当のところはここですね。49,520円が最終的に、減額、限度額認定とか、それから市町村からの福祉医療費とかを、提出した結果、最終的に500円支払えば、あとはここは見てもらえるという、そういうところに話が進んでいます。ただ、今月はそういう手続きの申請が終わったということで、実際にはまだお金が降りてきていませんので、ここに実費を計上してあります。で、これ以外に小物レンタル料や、いろいろ諸手続きをするために、いろんなところを駆けずり回った、時の交通費などが生じてきますが、それは当たり前ですけれども、実費なんですね、これは。なので、ここが500円になったということで、それ確かにとても助かるんですけれども、その他に病院代っていうのはかかってきますということを想定しておいた方がいいと思います。で、入院患者の生活費って、それだけじゃないんですよね。次の画面ご覧ください。はい。この画面はですね、
入院患者なんですけれども、入院していても入院費以外にこれだけ生活費がかかりますよという、そういう画面になってます。ちょっと見ていきたいと思います。電話代1762円、上下水道3290円、ガス灯油代1210円、電気3492円、NHK2450円です。電話代、上下水道、ガス灯油はほぼ基本料金ですね。まあ、水道代は私が行って掃除をしたりしますので、多少基本料金よりはかかっているかと思います。そして電気代、先月は、4月分はですね、7180円だったので、住んでないのにどうしてこんなに電話代がかかるのかなと思ったわけですけれども、今月5月はほぼその半額になっています。電気料金が上がっている中ですが、まあこれが正常な料金だと思います。ちなみに去年の今頃は2500円から2700、800円でしたのでね、電気代やはり去年に比べて上がってますよね。去年は主人が使っていても2700、800円でした。今年は主人が使っていなくても3492円ということです。そして NHK が2450円。引かれてるんですよね、これが。うん。電話代とか解約すればいいじゃないかっていう話なんですけれども、以前の動画でもお話ししましたが、ここの電話履歴とか、まあそのメモとかに、主人の友達や親族の、まあ、関係者のリストが入ってるんですよね。なので、そこからたまに電話が来たり、もしかしたらこちらから関係者に電話しなくてはいけないことになったりしますので、まあ電話代、このまま引き続き契約していこうと思っています。で、上下水道、ガス、灯油、電気もですね、1ヶ月に2回ほど私が行って、まあ掃除をしたり、整理をしたりするためには、水も電気も通っていないと不便ですので、これもこのまま継続して契約していきます。ということで、住んでいない家に結構お金かかるんですよね。これが生活費の病院以外の証券になってます。12,204円です。で、その支出を合計しますとですね、支出合計は、主人の場合は税金プラス生活費なので1プラス2ということで9,054円かかっています。で、収支を見ますと、収入引く支出合計で、15万引く9,054円ということで、59,946円。なんと、黒字になってるんですよね。うん。まあ、主人の方は、治療費がね、大幅に、まあ、税金とか、市の方から見ていただいているので、助かっているという結果です。はい。ということで、今日は長期入院患者の1ヶ月の家計費はどのくらいかかるのかということについてお伝えしました。日本の医療体制ですかね、のおかげで入院している間は非常にね、少ない金額で面倒を見てもらえる、治療を受けることができるということをお伝えしたいと思います。はい。次回はですね、まあ、そのありがたい入院なんですけれども、いずれは出ていかなくちゃいけないんですよね。なので、長期入院患者、寝たきりの患者の次に行く場所についてお話ししていきたいと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。サガンでした。